第7の球天秤球において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。突如としてシリウの死、老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。スピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドの6種類の武器となるライブラのクロスの力を借り、シリウは氷河を救うべく氷の棺に立ち向かう。ライブラのソード。この中から一つだけ氷を砕くのに適した武器を選ばなければならない。ライブラのクロスは星をも砕くと言われるゴールドセイントの武器。間違った武器を選んでしまったなら、氷の棺どころか中にいる氷河さえも粉々に砕いてしまうからな。よし、これを使わせていただきます。ロシソード、今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前によみがえれ、白鳥よ。氷河、しっかりして氷河。体が氷のように冷たい、心臓も止まりかけているよ。何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。分かった、じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね、氷河。セイントセイヤ、スカーレットニードル、最後のアンタレス。君はコスモを感じたことがあるか。天活球に入ったセイヤとシリウは、天秤球に残ったシュンのコスモが大きく弾けるのを感じた。氷河のため自らの命を犠牲にしようとするシュンの思いに気づいた二人は、天秤球に引き返そうとする。しかし気性の激しいことで知られるスコーピオンのゴールドセイントミロが、自分の死後する球への侵入者を見逃すはずもない。ミロの放ったスカーレットニードルはセイヤとシリウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。スカーレットニードル、最後のアンタレス。他愛のないとは言うまい、この天活球まで登ってきただけでも褒めてやろう。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな、お前はキングダスの氷河。氷河、蘇ったのか。
ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ立て二人とも、そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのは。くらえ、ディストリクション。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ貫き通すものだ。この結晶カリッド、見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。せいや、シリ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。よし、分かった。ここはお前に任せるぞ。今日だが死ぬなよ。勝負、この程度の結晶で俺の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に、ただ聖夜たちが天下地球を去るまでおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。その陶器ごとお前の体に真紅の針を突き刺してくれるわ。その前にこのキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ、ミロ。前、白鳥、こしゃくな。受けろ、赤い衝撃を。ダイヤモンドスカーレットニードル。このキグナスの翼がある限り、我が友に免じて命だけは許してもいいぞ。レディー、アン、ゴー、クライ、デュア、アン、ルイ。無駄だ。その程度、やらせん。その程度か。やらせん。無駄だ。よけられんぞ。やらせん。やらせん。リヒトリコじゃな。その程度。やらせん。バカな。リヒトリコ。何かしたのか。カリッソ、カリッソ、トゥリア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 。その程度か。カリッソ、
何かしたのか？アーレットニードル！やらせん！その程度か。ありそう。クールに決して敵を撃つ。やった！ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これはスカーレットニードルの奇跡。そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならば、その前に、見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、キグナス。君には神湯の気持ちがわからんのか。神湯がわざわざ天秤球で君を氷の棺に閉じ込めたのは、君を死なせたくなかったからなのだぞ。神湯に免じて命だけは助け。見ろよ、この氷河にとって苦しくとも熱き血潮の兄弟たちと歩む今この時代に価値があるのだ。一人だけのおのおと生き延びて何になる。たとえ五感全て失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。神よ、命を落として戦うことこそがセイントとして生きた証なら、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。それは俺が氷河を真のセイントと認めたから。よいな、神よ。さらば友よ、ダイヤモンドダスト、スカーレットニードルアンタレス。うわあ、氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。生き死にの戦いには勝ったが、この勝負俺の敗北だ。氷河は命尽きるその瞬間、このミロよりはるかにコスモを高めたのだ。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。セリアたちのもとへか。それとも君たちが悪の化身として倒そうとしている教皇のもとへか。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは今血止めの神王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。
見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。セイントセイヤ、アイオロスの意志。君はコスモを感じたことがあるか。